L.E. カーは、かつて、富士重工業が製造した軽快機動車群の愛称。本校では、発展系である LEDC についても記述する。1980年代から90年代にかけて、日本国有鉄道の特定地方交通線を転換する通して、相次ぎ開業した第三セクター鉄道や、輸送量の極端に少ない換算区間を抱える。 鉄道会社等において多く採用された。中には、名古屋鉄道や大海鉄道のように、季節の伝格感をこれに置き換えた例もある。1962年の南部縦貫鉄道機十ケールエルバスの製造から20周年を機に、1982年に、富士重工業が換算線区向け車両として、独自に開発した LE カーをルーツとする。 同社は大枠こそ鉄道車両用に新たに作ったものだったが、長さ11.6メートルの車体は、バス車体メーカーでもある同社が、当時までに製造していた R13 型、R13 型 B バスボディをベースとし、エンジンもバス車体の仮想先の一つとなる、日の自動車製のバス用、ディーゼルエンジンを搭載したものであった。特筆すべき点として、車軸は車体への直接検査方式から、 分岐器などの曲線通過性能を向上した空気バネ式一軸台車を開発してボギー車の形態に変更、また動力伝達には大型機動車同様の液体式変速機を用いることで総括制御による2両以上の連結運転を可能とした。1984年には15型 E や15型 R3 バスボディをもとに車体長を12メートルとした。 改良系の LE カーリーが試作され、名鉄やオツ線で走行試験を行った。これが実際に営業用車両となった LE カーシリーズの基礎となった。LE カーリーベースの二軸車両では、ラッシュ時等に輸送力不足となるため、その後は車体長15メートル級の二軸台車を使用した形に移行し、さらにより本来の鉄道車両に近づけた構造の LEDC へと発展していった。また、これと並行して、機関出力を向上した改良型の追加や、猛火鉄道のように、地元の企業で製造された機関を搭載する車両も登場し、旅客収容力や性能は、一般の機動車と遜色のないレベルに達した。その後、富士重工業は、2002年に鉄道車両事業からの撤退を発表し、これらの技術は、 新潟トランシスと日本車両製造に譲渡された。タルミ鉄道ハイも180から 200KOM、鉄道 LE10KLE LE、カーリーシリーズの最初期型にあたるもので、1984年から1986年にかけて製造された。車体長さは12.5メートルで、車体形状は当時富士重工業で製造されていた、R15 型バス用ボディに類似するが、 全面非貫通型と貫通系、ライトケースの違いを含め納入先により様々なバリエーションがある。また、側面窓は路線バス並みの二段窓仕様と観光バス風の一部、引き違い半固定式のものがあった。エンジンは、バス用、出力 180PS、2200rpm の日産ディーゼル製、ポリエチレン 6H ディーゼルエンジンを搭載し、 台車は一軸台車を二つ履き、一方を駆動台車、もう一方を不随台車とする。老朽化によりほとんどが廃車となり、2017年4月現在、稼働可能なのは、現役の奇襲鉄道に残る一両と、胴体保存車で、垂水鉄道から、有田鉄道有田川町鉄道公園に譲渡された一両、名古屋鉄道から、栗原田園鉄道に譲渡された一両の、 計算量のみとなっている。以下、括弧内の都市は、製造初年を示す。明治鉄道はケチ1系長良川鉄道ながら1、系従来の二軸車では、ラッシュ時に輸送力不足となり連結運転を行う、必要性が生じていた。しかし、これでは不経済であるため、1985年から、車体長さを15.5メートルに延長したイーカーが製造された。 これに伴い台車も一軸台車をやめ、二軸ボギー台車となった。二軸車と同様、一方が駆動台車、もう一方が付随台車である。エンジンは日産ディーゼルポリエチレン 6HT に変更され、出力 230PS、1900rpm に向上している。全面一枚窓の非貫通型と貫通型がある。 側窓は二段窓の名鉄キハ二重型を除き、観光バス風の下段引き違い、上段固定式となっている。非貫通型は乗務員用扉なしの、運転席センター配置、貫通型は乗務員用扉を装備する。以降、貫通標準型前面の前面窓周りのデザインが若干変更され、前小灯、微灯が丸型から非貫通型と同様の角型となった。 がらき高原鉄道 SKR200 系のと鉄道 NT100 系1987年から製造されているもので車体工法がバス車両工法から軽量鉄道車両工法に変更された。これにより LE カーに比べて屋根が深くなっている。LE カーでは全面貫通型と非貫通型が存在したが LEDC はほとんどが全面貫通型となっている。 1988年からは全面窓が側面まで回り込んだパノラミックウィンドウとなった車両が製造されている。初期のものは一部を除き、LE カーと同様の上段固定下段横引き窓や側面の折り戸が引き続き採用されたが、1994年に登場した長良川鉄道ながら200系以降の新形式はすべて上段固定下段上昇窓引き戸となっている。 エンジンは従来と同じ日産ディーゼルポリエチレン 6HT であるが、出力は 250PS1900rpm に向上された。1998年の明治鉄道明け重慶、機動車以降はエンジンが日産ディーゼル PF6HT となり、出力が 295PS2100rpm に向上し、前面は貫通型で、 パノラミックウィンドウ、側面は、窓が上段固定下段上昇窓で、扉が引き戸という仕様に統一されている。以下は1998年以降の新形式で、すべて全面貫通系、パノラミックウィンドウ、側面引き戸、上段固定下段上昇窓、エンジン出力 295PS、2100RPM。富士重工業が、 鉄道車両製造から撤退した後、技術は新潟トランシス2条とされたため、LEDC とほぼ同じ形態の車両が同社で製造されている。ただし、大見鉄道はその後電車運転を復活、また名古屋鉄道は街頭区間である八王子線及び三河線の南北の末端部分を廃止した。富士重工業は1959年に、 ハボロ単行鉄道機ハ11系、それに次1962年に南部縦貫鉄道機ハ10系の2形式のレールバスを開発した歴史があったが、LE カーの開発時点で、かつての自社製、レールバスの開発資料自体を創出していた。やむなく、在野の鉄道研究者、湯口徹が雑誌上で執筆連載した小型機動車、レールバスの歴史研究、 レールバス物語をコピーして資料にしたという1988年 LA 出版部 P17。1960年代以前の国鉄や富士重工業によるレールバスが営業上失敗した一因として、当時のバス同様に手動の機械式変速機を用いたことによる総括制御不能によるラッシュ時の輸送力不足と連結運転時の各社運転士上無必須が挙げられる。 LE カーの総括制御下はこれを反省したもので、ある。徳田光一、審判丸ごと名鉄ぶらり沿線の旅7件出版、1997年、105ページ。ISBN 978から48億8304万3323。ありがとうございます。